で終わっちゃうからこれ。こんにちは。はい、これは1位。1位って言います。1位ってのは、神主さんが持ってるこの尺、はいはい、あれの木、はい、あれを作る木ですよ。1位、はい、硬いってことですかね。うん、これどうなるか分かんないけど、ね、草がとりあえず、とりあえずすごいですよ。この木は東樹園の生徒さんが昔買って置いてったんだけど、そこどんぐらい来てないですか。昔ではもう10年以上経つじゃない。10年植え替えしてないってこと。植え替えしてないんだ。10年ぐらい前から放置されてる木らしいです。あれですよね、この辺じゃないんですよね、住んでるところ、うん、もう引っ越しちゃったみたいで。で、ね、九州の方帰っちゃったんですよ、人、はい、草を取ります、まず、はい、全部取れないな、これ。時期的に植え替えはまだできないと。植え替えはちょっと無理かな、来年にならないとね。来年はやった方がいいですね、これね。根がすごくて抜けないですね、全然。切れちゃうの、これじゃ。切れちゃう。これ根っこから取れないな。取れない。取れない。いいもんだな、これ。うわ、ナメクジ。根がもう無理だね。無理、絡み合いすぎちゃって根っこがもう木より勝っちゃっただろ。すごいな。じゃ先生、これどうしましょう。どうするかな。ね、最大の欠点はこれだからね。そうですね、どう見ても、うん、ちょっとこの辺がなんとかなるかなっていう感じ。うん、ね、だからこのままじゃちょっと難しいかなっていうね。こう削ったんですよ、これ。あ、昔？うん。10年前。ほら、彫刻刀でずっと伝統の彫刻刀で削ったの、これ。なるほど。刃物の跡は残ったでしょ。うん。だから こういうの残しちゃダメなんですよ、これ。なるほど。もうちょっとこれ深くここから割っててもいいかな。割ると。うん。地はね、こういうところ上の方が多分ウロになってるのが多いじゃないですか。はいはい。そんな感じでいこうかなって。枯れてる枝が結構あるんで、枯れ枝を取ります。枝の整理。うん、整理。だから盆栽始めて途中でやめちゃった人がこの木持ってるのが多いんですよ。そのうちこの木もなくなって、うん、で鉢だけ残る。そういうパターンが多いんですよね。そうですね。いっぱいありますもんね。手が入ってなくて枯れそうな木がいっぱいあるから。でこれは雑木じゃないから成長が遅いからまだいいんですよ。そうですね、雑木だったらもうね、ダメになってる。もしね、こういう木を自分で持ってて盆栽やりたいなって言ったら、こう持ってきてもらえばいいんで、盆栽にできる木かできないかって、それを見極めないとね。我々が入った頃はね、こう畑から振り上げたこう荒木っていうの結構あったんですよ、はいはい、今はもう鉢入ってある程度できてるでしょ、うん、何にも手入ってて、ただ鉢上げただけの木とかね、はい、そういうのあったんですよ。心拍とかに近いんですか。近いね、うん、あの樹形としてはそんな感じじゃない。うん、心拍は板向きで作るけど、これはうろんなような感じで作るでしょ。暑さに弱いんですよね。暑さよ、こういうのも木でね、うん、育てるのね、最近暑いから怖いですよね、うん、持ってここから行ってみるか。うるさいよ、はい、に分けるんですか。途中まで。途中まで。2個にしよう。この辺まで割れればなと。要はここの弱点ですよね。ね、この直線がもうどうしようもないんで。直線。これは分かれればこれで見られるかも分かんない、ね。そうですね。いい感じだ。いい感じです。ほら。本当にこのシャリの部分はもう枯れてる部分なので、水水傷つけてないから木にはダメージないはずなんですよ。うまくできるかな。はい。あ、なんか腐ってるこれ。
なんか腐ってる。うん。下までいかないな。下まで、下までやるんですね。この辺まで来ればな。下までやる気だったんだ。これ一位らしくなんだろうね。一位らしさとは。重心はこれでまあだいぶ下の方には下はここがつながってくるこれ以上無理だよ、ね、削っていかないと、うん、1位は硬いからいい硬いもんねもう作らないこれ要はもうこの直線はもう無理でしょうね無理だ広がってはいますからねこうなんか枝の作り方でどうにか見せれることはできるのかなこれはもっとぐわーっと下げちゃう、うん、これ2段だね上同士引っ張れない。折れちゃうんじゃない？パキパキ言ってますよ。ここにくさび入れたままここで上縮めるか。うん、これポケット折れちゃうね。折れちゃう。枯れてるこれ。難しいね。ここ縮めてこの辺でくさび入るわね。そうそう。最後ちょっとこういう木がありましたみたいな太い。それが割れましたみたいな。これだと割ったじゃないですか、うん、なるほどなるほどじゃなくて太いこういう木がちょっと割れましたね、うんうん、の方がまだいい割れたまんまって感じなるほどそこも硬いんだろうなこうパキッていくまでやっちゃうかこれ、うん、ここがね次はこの枝を下げるこうして引っ張っちゃうギリギリまで何でも構想なしでやってる構想なしダメなところをどうにかして消していくってことですよね、うん、少しね、うん、続ければいいかな盆栽らしさをほらこれでいけるわこれ大丈夫かなり力入らない力あ大丈夫だどうだねこういくねあこんないっぱい回るんだこのぐらいかなもっといっちゃうかここが大丈夫もう割ろうとしてるもん割れようとしてるか、うん、もっと細いねこんな曲がると思わなかったこう曲げちゃうか曲げたくないすんごい曲がったもう一回いっちゃうかやりたがっちゃって全然印象変わったかもこれ締めるぞ、ね、折れちゃうかなこれいやいや大丈夫だよこう締めるか、このぐらいくらいだろう、ね、今度は上を締めるとああこれだとこれで沿ってくるよ、これ、ね、二人で何でこれこれでやっちゃうよ、二人でいけおー、てか割れないな、一ミシッとも言わないもんねいいじゃん。そう模様がついたの。太くなった木が。あ、いいじゃない。もう迫力がなんか出た気はするけど。ああでもなんか盆栽になる。枝できればでこの辺とかもうちょっとね植え替えて元気出せば。これ下げちゃうか。枯れちゃうじゃん。枯れる。何も残らなくなっちゃう。これでこう下がるか。あ、大丈夫ここまでいっちゃうわ、これ大丈夫、うん、水につながってるかこっち枯れてるとこだあ、枯れてるとこが剥がれたってことあ、ほんと腐ってる、うん、腐ってるこの辺までいっちゃうかここで縛るわラファイルここ縛るわねラファイル少し残ってるの、こんだけ、うん、大丈夫くっつけちゃうすごいね、これもうだほんとここだけに来てたんだこっち、うちが枯れてるもんねくるくるくるってあそこね腐っちゃまた腐ってくるのこれねどこまでやりますこれ後ろ枝だよねでもこれが後ろ枝になるんじゃないですかそっちが前これ後ろ枝だね、うん、だからこれ倒していきたいですけどねこれこうだよそうそう寝かしていきたいです、ね、少し幹切っていいやこれ、うん、それなりになってきたねこれなんかほらそうですねなんか面白くなってきましたの確かに、ね
まだ盆栽とは言えないかもしれないけど、なんか可能性を感じますよね。うん、神様が宿るよ、なんか、うん、結構曲げてるけど割れてもいないし、うん、結構こう強いね、うん、粘り気があるんだこれ。ありますね。で割ったって言っても陣の部分じゃね、シャリの部分割っただけだから、うん、そこまでダメージないと思いますけど。水水の方じゃ何もやってないもんね、うん、支えのやつ割れちゃいました。あ、もうダメかこれ。もう割れてます。入れないとダメだ。だここを棚をこう作っていくってことですね。ここ作れな、ね、横に頭決めてみっか。ここ曲げたいと。これ。で構想としては、ここ寄せたいんですね。うん。これより低くしたいと。低くしたいこれ。天神にしたいと。でこれを頭にしてこっちを裏枝にしたい。裏枝だね、こうね。だからこういう字より下へ来てるね。ということで、これを寄せたいという段階です。うん、うまくいくか。ここまで来るよね。うん、これとこうか。すみません。あ、ひび入ってます。割れた？ちょっとぐらいはいけそうだね。ああ、こう触ったな。ああ、こういう来た来た。あ、危ない。ここはちょっと行きますね、多分。もうちょっと行っちゃう。もうちょっと。あ、意外と。大丈夫だな、ここ皮が裂けただけだ、これ。あ、ここまで。ちょっと。これが良くなるかわかんねえ。ここは塗っていきましょう。これ中つながってるね。塗っとこう。張っちゃっちゃうから。でこれを前頭にこの辺に持ってきて裏枝になってますもんね。これね。これ隠しとこう。意外と盆栽っぽくなってきましたけど。なんとかなるもんね。やってきたけど今後がどうなるのかっていうのはね。これあの思い切ってできるからいいんじゃないのかな。まあまあまあ、あのままじゃね商品にもならないですよね。だって限界が分かるもん、うん、どこまでできるかっていうのは。限界見えたけどやったような気もしたけど。限界以上やっちゃうけどね。ここは全然いけたのに不思議ですよね。ここ全然割れないのに、うん、さっきのところは向きかな。これちょっとねじるとね、これ多分これ避けたようなじゃない、これ昼間さんがドエスみたいなキャラだけど川崎先生の方がエスかもしれない。全然昼間さんドエムかもしれない。ドエムかもしれない。黙々とやってますけど。あれもやりたい、これもやりたいな。やりたいになっちゃう。ちょっともうそろそろやめとこう。はい、まあ、これでどうなるかですね。数年ぶりに手が入ったと思ったらこんなことになるとこの木も思わないですよね。びくともしないこれ。というわけで一旦作業終了ってことで、あと時間があった時シャリきれいにしてて、あと枝がまだね棚がはっきりしてないけど、なんと言えばいいのか。意外とね、うん、あの心拍よりは粘り気あるね。あ、枝に初めてやった。曲げてもすんなプキってこない。確かに裂けたのは、あれ割れたのは裂けたんだ。あれどこだ、ここか。そうですね、裂けた。ここは枯れたところだけだったから水性にはダメージないと。でここは全く折れなかった、うん、で最後はここを天神にするためにここも下げた、うん、そう、あの G より天神より下げた。で頭がないから一応これを持ってきてるっていうことですか、うん、これ頭になるよって。これかな、これなぜ天神よりこれ下げたかというと、
こう寒いところの木ですよこれ、はい、ここまで雪埋まっちゃうんだよこれ、うん、でこれカラッカツに吹かれて枯れたってそういう想定ですから。なるほど。地の自然樹形あんまり分かんないですけど、うん、なんとなくやっぱこう考えがあってこういうふうにいろいろやっていくっていうのがまあ勉強になればなっていう感じかなちょっとこれがどうなるかはどうなるか、あと、うん、持つかどうか持つかどうか多分大丈夫と思うよこれ、うんね、ちょっとこれ様子見て、うん、ちょっとどうなるかっていうのを今後取っていければと。皆さんはねこういうどうしようもない木があってもある程度は見られる木になるかなって、うん、そうですね。で10年放置されてもうがれてるしもうどうしようもない感じ。これもう枯れるの待ってんだから。そう、商品にもならないですしね、うん、またちょっと放置された木がいっぱいあると思うんでそういったものをやっていこうか。こういうのやってても面白いよ。そうね、もうあの折れても何でも構わないからね。自分でやりたいできるから。捨てられそうな木ですからね、もうね。ということで、うん、10年放置された1位でした。はい、今後をお楽しみに。